裏世界ラボ、長谷川隆と申します。今日からよろしくお願いします。おお、じゃあ今日からおめえはとりあえず俺がいいって言うまで雑用やれ。握ったりするのは俺がいいって言うまでは一切触らせねえ。はい、よろしくお願いします。俺は今、小学生の頃からの夢だった寿司屋になるために憧れのお店、寿司楽で修行することになった。はい、中トロ一丁。わあ、今日は誕生日なんだ。好きなだけ食べていいんだぞ。ありがとう。俺はこの時の衝撃は忘れられなかった。絶妙なシャリの柔らかさに油の乗ったネタ、すべてが美味しく、まさに天国にいるかのようだった。お父さん、これすごく美味しい。僕もお寿司屋さんになりたい。そうか、じゃあもっと勉強頑張らないとな。坊主、嬉しいこと言ってくれるね。これはおまけの卵だ。おじさん、ありがとう。お、しかし、おい雑用、皿もまともに洗えねえんじゃ話にならねえ。もっとしっかりやれ。すみません大将。てめえ、寿司屋なめんじゃねえぞ。皿洗いも立派な仕事だ。もっと真面目にやれ。すいませんした。寿司屋の修行というのはとても厳しい。いらっしゃいませ。雑用もそうだが、マナーや振る舞いに対してもそうで、高校出てすぐの俺は様々なことで怒られた。申し訳ありませんでした。そして何よりもきついのは、朝早くの仕込みや仕入れだ。寿司屋は本当に寝ている以外は全て寿司に捧げている。寿司屋の修行では10年やってやっと一人前で、数年間はただの雑用、5年以上勤めてやっとネタに触らせてもらえるのが普通の世界だ。当然ネタに触ることもなく辞めていく先輩もたくさんいる。そんなある日、最近流行ってる近くの紅茶バーにいて。おお田中、高校卒業以来だから半年ぶりか。そうだな、元気にしてたか。まあぼちぼちだな。でお前、修行今やってんの？やってるよ。毎日皿洗いと雑用だけだけどな。先輩もいるんだけど、先輩は3年間ずっと皿を洗い続けたらしい。マジ？ありえねえ。俺だったら絶対バックれてるわ。俺はこの前やっと寿司握らせてもらったところ。え、もう？俺と田中は高校時代からの友達だった。お互いに寿司が好きで、寿司屋になるためにそれぞれの道を歩むことにした。俺は憧れの寿司楽で修行、田中はというと寿司カレッジという寿司職人の専門学校に通っているらしい。授業で寿司握らせてくれんのか？っていうか、雑用っぽいのとかしないの？そんなのするわけないじゃん。2年で卒業してどこかのお店に就職したり、自分の店出したりって感じ。マジかよ、そんな2年とかで働いて大丈夫なのかよ。でもさ、結構今厳しいんだよな。お、どうした？実はさ、一人暮らしのお金とかに加えて、学費とか材料費とか結構お金がかかって、親に借金させてもらってるんだよ。マジ？うん、だからバイトも頑張って稼がないとだわ。こうして俺たちはお互いの近況を話したりして、その日は終わった。寿司屋の専門学校なんて、そんな金払うだけの甘っちょろいやり方で一人前になれるわけないだろ。俺は絶対に寿司屋になるんだ。田中には申し訳ない気もしたが、寿司屋の名門で修行させてもらえている自分は恵まれていると思った。それからまた単調できつい雑用の日々が始まった。おい長谷川、ぼーっとしてんじゃねえ。ちゃんと皿洗え。すいませんした。それと買い出し、卵はいいもの買ってこいよ。はい。寿司屋の朝は早い。毎朝早朝に築地に行っては、大将と一緒にどうやって購入するのかを学ぶ。しかし目で見て盗めと言うばかりで、教えてくれることはほぼなかった。あの大将、今のマグロはどういうことを基準にして選んだんですか？バカ、見て覚えろって言ったろ。いいか、自分で気づくから自分のものになるんだ。懇切丁寧に教えてたらこっちが仕事になんねえだろ。すいません、でも。うるせえ、口答えしてんじゃねえよ。すいません。おい長谷川、この卵焼き甘すぎる。いくらまかないにしても出来が悪すぎる。もっと勉強しろ。すいませんでした。ああ、なんか最近怒られてばっかりだな。どうすりゃいいんだろう。ああ、皿洗いしすぎてこっちは赤切ればっかりで、買い出しと雑用ばっかだし、逃げ出して。毎日毎日同じことの繰り返しで、俺の修行は一向に進んでいるようには思えなかった。1年先に入った先輩でさえまかない作りから先に進んでいない。寿司を握ることさえできていない俺は、さらに1年はこのままだと思うと少し嫌気がさしていた。くっ、俺何やってんだろう。ああ疲れた。なんだよ。久しぶり、頑張ってるか？実は来週銀座で仲間と寿司屋をオープンすることになったから、長谷川も来てくれよ。嘘だと思った。まだ見習いとして皿洗いと買い出し、よくてもまかないの卵焼きしか作ったことないのに、田中はすでに店を出すのだ。あまりの差の開きっぷりに、到底信じれる余裕はこの時の俺にはなかったが、
おめでとう、じゃあ来週行かせてもらうよと返信し、どんなものかだけでも見に来てみた。おお、来てくれたのか。ゆっくりしていってくれ。ありがとう。田中のおすすめをいくつか握ってくれないか。あんよ。これが田中の店か。しかも銀座、すげえな。はい、まずは大トロ食ってくれ。うまい。2年ちょっと勉強しただけでこんな味が出せるのか。うまいよ。今どれくらい人入ってるんだ。まあぼちぼちだな。場所はいいけど経営は初めてだしちょっと厳しいよ。さすがにそうだよな。こんな風に客もつけないでポンと店を立ち上げるからこうなるんだ。確かに客入りは全然だったが味はそこまで悪くなかった。あんなちょっと学校出たぐらいで店を出すなんて無謀すぎる。家賃も高そうだし続けばいいけど。潰れてほしいとまでは思わなかったが、スクールを出たばかりの田中に負けてたまるかと思った。それ以降は今まで以上に修行を頑張った。しばらくの間は雑用一本だったが、歯を食いしばりながら耐え忍んだ。どうせ田中だってすぐに客はつかないはず。俺はちゃんと修行して客をつけてから店を出すんだ。そしてそれからさらに7年の月日が経った。違う、もっと力を抜け。はい。お前何度言ったらわかるんだ。やめちまえよ。すいませんでした。さらに3年後、大将お願いします。ギリギリだが合格ってところだな。独立することも認めてやる。これからも精進しろ。本当ですか？ありがとうございます。俺はついに10年の修行の末やっと独立することができるようになった。しかしすでにその時には田中の方は立派な有名店、雑誌やテレビでも頻繁に紹介されていた。ここの大将の田中さんはお寿司の専門学校に行った後で独立したそうですが、何か苦労はありましたか？いや、握り方などはしっかり学んでいたのでよかったのですが、お店の経営とかはそこまでだったので、開店してからがなかなか大変でしたね。なるほど。でも昔ながらの修行にこだわらず自分を信じてやってよかったです。何が昔ながらの修行にこだわらずだ。学校に行っただけのくせに。俺も今日から一人前だ。一気に巻き返してやる。俺は独立したことで息巻いていた。10年以上修行してやっと叶った俺の夢、これからはどんどん上に行くしかないと思っていた。おかしい。なんで客がほとんど来ないんだ。俺は10年も修行している間に寿司屋のニーズもだいぶ変わっていた。今は写真映えのいい店や商品の話題性が何より重視される。インスタ映え？ストーリー？なんだよそれ。俺が間違っていたのか。でもそんなはずは、俺のあの苦労した10年は何だったんだ。これじゃ田中を追い越すどころか店を続けていくのだって難しい。やり直すには遅すぎた。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。